球、どんなに短いバットを持っても良い。ボールを蹴って送球しても OK。 打順を間違えても相手チームにバレなければ OK。 卓球、公式試合球を作るのに半年かかる。試合で汗を拭けるのは点数の合計が6の倍数の時だけ。ラケットは国際ルール上どんなに大きくても良いと決められている。フィギュアスケート、脇毛や胸毛が見えたら減点。もともとは表情を滑って描いた図形の正確さを競う競技。レスリング、選手はヒゲは NG だが仙人レベルの長いヒゲなら OK。 試合中、選手は白いハンカチを持っていなければ失格処分になる。相撲、大相撲の行事は軍配を間違えた時に切腹するための刀を持っている。バドミントン、審判がジャッジに迷う時は手で目を覆う。シャトルには水鳥さん輪から4羽の羽が必要。